源氏は障子の掛け金を外してみた。向こうの部屋からは行幸にも鍵はかかっていない。貴重で明かりを遠ざけている。からびつらしいものがいくつか、それに女の着物、こまごました道具がある中をそっと歩いてゆくと、小さな傘で伏せっている女がいる。女はうとうとと寝入っていた。薄い絹を顔にかけていたのをそっと剥ぎ取られたが、女房の中将かと思い、しどけないままでいた。中将をお呼びになったでしょう。私の思いが届いたのだと思うと嬉しくて。と、源氏は声を潜めて言った。女は夢ともうつつともわからない。声を上げようとしたが、男の袖が顔に触れて声にならなかった。源氏は声を低め、出来心と思われるかもしれませんが、そうではないのですよ。年頃、ずっとあなたを思っていたのです。得難い折と思うともう、辛抱しきれないで、決して浅はかな心持ちではないのですよ。と、しめやかにものを言う。女は騒ぎ立てることもできず、とっさに動転しながら、お人違いでございますよ、というのも、かすれがすれの可憐な声だった。間違うわけはありませんよ。恋する者の直感でわかります。誓って失礼なことはしません。日頃の思いを聞いていただきたいだけですよ。源氏はささやいて、小柄なうつせみの体を難なく抱き上げ、障子口まで来た。と、向こうから中将と呼ばれた召使いがやってくるのにばったり出会ってしまった。あ、という源氏の声と、抱き込めた彼の衣の子鬼に、中将は一瞬事態を悟った。これは何としたこと、と中将は動転したが、波の男なら女主人のために力を込めて押しとどめることもできようけれど、高貴な身分の源氏ではあながちな振る舞いもできない。人に知られても女主のためには良くないことだった。おろおろしてついてゆくと、源氏は静かに母屋の寝所に入り、女を下ろして、襖障子を閉め、躊躇を見返りもせず、明け方、お迎えに来るように、と言い捨てた。うつせみは、外の中の躊躇が、何と思うであろうかと、身を切られるように切なく、恥ずかしかった。源氏の物慣れた態度は、今まで何度もこうした経験を経た恋の手だれであることを示している。自分もそういう女の一人と思われたのかと、うつせみは誇りを傷つけられて心は熱くなった。源氏は様々に口当たりのいい言葉を選んで、甘美な毒のように耳元に注ぐ。どうしてこんなにあなたに執着してしまったものか、我と我が心がわかりませんよ。世間によくある好き者の上等文句とお思いにならないでほしい。などという言葉も、ふと真実かしら、と思わせるしめやかな響きがある。それは、うつせみの心を絡めてしまう。匂うばかりに色濃い源氏の美しさや、まことから嘘へ虹のように色移りしてゆく、目もくらむような口説き文句のときめき、
遠い認知にいる夫を心の隅に意識している罪の怯え、さらには夫にはない奔放自在な源氏の若々しい無礼な仕草、それらにうつせみはほとんど枠乱して、まるで呪術にかかったようにぼーっとする。しかし男の魔力が強ければ強いほど、うつせみの中でも自尊心が膨れ上がっていった。お許しくださいまし、いくら身分があなた様より低いと申しましても、こんなお扱いを受けるいわれはございません。身分など関係ない、わかっているのはあなたを私がこれほど好きだということだけですよ。女は黒髪に髪を背け、さすがにはしたない抗い方はしないまでも、いつまでも柔らかく押しとどめる仕草をしていた。じっとりと汗ばみ、細かく震えながらも、まるで名よたけの風にたわみながら、折れないように源氏の意に沿おうとしない。源氏の若い心は苛立ち、咳は切れた。もう少し情のわかる方と思っていたのだが、うつせみは彼の腕の中に強い力で引き込まれ、次々と続く男の動作に半ば死ぬような思いを味わった。源氏の人もなげな振る舞いは、情熱や哀愁のためというより、かりそめの好き心の激しさとしか思いようがなかった。こんな運命になってしまったことを、うつせみは悲しく、うけくつらく思い、涙がこぼれる。なぜそう泣くのです。人生って思いがけぬ深い嬉しい運命が時には待ち受けているもの、とこんな風にお考えになれませんか。あなたはもう男や女の情緒をお汲み取りになれるお年頃だ。そんな泣き方は何も知らぬバカな年若い娘のすることですよ。だがうつせみの泣くのは情緒を消しないためではないのだ。一度に我が身の越し方のつたない運命が思い出されてきたからだった。まだ私が親の家にいる娘のままの身でありましたら、今夜のこのちぎりにも夢を持てたでございましょうね。でももう今は私は夫のある身ですもの。どんな夢も思い描けないのですわ。せめてみんなお忘れくださいまし。うつせみの途切れ途切れの言葉は真実の響きがあったから、源氏は絶句した。彼はうつせみの優しくて必要だった抗い方や屈折した深い心ざまに改めて魅力を覚えていた。源氏と心ならず持った一夜に、うつせみが悩んで苦しんでいる様にも不思議な魅力があった。女には気の毒だが、もしこの女と一夜を過ごさなければ後悔しただろうと思われるようなものがうつせみにはあった。